皆さん、どうもよろしくお願いします。ロゴ TK です。ということで、今日もイースゼルセタの樹海会24回目、終わりね、やっていきたいと思うんですけど、冒険を再ちょっ開しよう。とね、先に謝っておかないといけないことがございます。まあ、音がね、まだ声の方が入ってなくて、なんとかこっちのゲーム画面の方が入ってたんですけど、今回でね、終わるんですけど、ちょっとやってしまったね。いろいろとね、時間が長くなってしまったんで、ここが中枢区画か。まあ、これ読んだ後に少しね、また、お詫びを入れるところが出てくるんで、ご了承ください。本当に、やっと入ることができましたね。ずいぶん時間がかかってしまったわ。エファントの、あの高いところに見えるのが目的地なのか？あ、生命の書の記録を操作するための場所だ。あそこにクルーだ。アドル、いよいよだな。ですね。急いだ方がいいだろう。彼が記憶に干渉してしまうと取り返しがつかないことになる。で、ちょっと、まあ、今回でね、この、イース、セルステの次回は、終わり迎えるんですけど、ちょっとね、最後の最後でやらかしてしまいました。本当に申し訳ございません。そこだけね、ちょっとね、二度ね、謝らせていただきたい。二度だけでいい。何回も謝ってる。静かって感じですから。まあ、今回はそんな感じでね、やっていこうと思います。一人の方ね、見ていきたいと思います。いますね、グルーダー。太陽が噛みつけてますね。キスマーカー、アドル・クリスティン。まさかこの中枢まで追ってくるとはな。その実直な行動は詳細に値する。お前は俺と同じ顔の人間のようだ。アドルをあなたと同じにしないでよね。同じさ。歴史を繰り返せ、繰り、振り返れば、人に同じような過ちを繰り返してきた行列の悪い存在。オスマで黙っている。そして未来のために備えること、やるべきことが分かっていても見てみないふりをする。怠惰なものでは大半だ。まあ、それは、否めない。実行すべきことを、的確に吟味していくことをなせる人間のなんと少ないことか。貴様らにも心当たりくらいあるのではないか？確かに。管理理科が、管理理科ちゃんが。だが、怠惰な人間も、剣を突きつけ、命を奪うと落とせば必死の形相で働く。俺のなそうとしていることがそれだ。グルーダ、あなた、そんなことを。我が視線の闇は、己の欲望を満たすために神々の力を奪おうとした。しかし、俺は人の存在、意義と可能性を問うために神の力を手に入れる。それが俺を、のおかげる新時代の闇だ。さあ、太陽の仮面と生命の種。俺に力を貸せ。力を貸したら良くないことが起きますよ。それだけ先に言わせて。これは生命の書の機能と記録を自分に移しているのか。そんなことはたとえ神の身であっても不可能なはずだ。精神も体も切れてしまうぞ。ぐーっ。代償は覚悟で言ったはずだ。俺は見て見ぬふりをする傍観者ではない。さあ、妻は俺の引き起こす試練を前にどんな道を見せてくれる。とは言われましてもね。とは言われましてもね。そういうのも困る。見せるつもりないし、まず。来ましたね、ラスボス戦。ラスボスがね、赤しゃぶり。因果の偽神。偽神やからね。偽恋じゃないよ、偽神やから。これは、取り込んだというのが生命の書のすべてよ。ブルーだ、なんという男だ。アドルよ、こいつを何とかしないと世界が書き換えられちまうぞ。アドル、アドルさん、これ。アドル。あ、みんな。彼もまだ安定してないようだ。抵抗するならば、今しかあるまい。どっちでしょうか？みんな力を貸してくれ。おう！これでね、行きましょう。
ということでね、2倍速ここからね、やっていきます。まあ、こういうのを2倍速にはなってないけど、さすがにね、もう、だいぶ、昔にやってたゲームなんで、忘れてるんでね、そこら辺は。まあ、といっても、ナレーションつけてる時点でもう分かってるやんっていう話も。これね、まずね、このギミックを破壊するところからね、始まるんですよね。かつね、敵の攻撃もね、すごい、嵐のようにやってくるから、それを回避しながらなんでね、攻撃するタイミングがなかなかね、出て回ってこないんですよね。こいつの場合。なので、これね、巻きそうになる。あ、リトライね、してますよね。してますよね。うん。これね、途中でね、変えるふうになったんですよね。やってて。劇的の強さね。イージーの方に変えるハミになったんですよね。ノーマルでやっとって。これじゃラジアかんってことになって。で、まあ、セリフになったんですけど、それでもね、声の方、はい。はい、入れられなかったんで、ちょっとね、今後ね、こういう風に、尺だけを取るようなやつは、もうね、難易度変えてサクサクっとやっていく感じにしたいと思います。どんなゲームでもね、ちょっとね、いろいろとため取ってるからさ、その PC の方の容量がなくなってて、こうやってね、また声ナレーションをつけてる感じになるんですけど、本当にね、いろいろと5月ぐらいからかな、の分の、溜め取ってた分が、残っていたのもあって、PC の方のね、容量本当に HDD0 なっとったんですよね。さっき言っとってね。うん。それのせいで、まあ、こういうハメになったんで、今後はね、こんなことのないようにやっていこうと思うんで、もう、わかったから、なんでそうなったのか。うん。とりあえずは、まあ、この、ギミックだけね、やってるんですけど、まあ、本当に嵐が、攻撃の嵐がやまんっていう。まあ、ジャストガードとかね、ジャスト回避とかできれば、うまい具合にね、立ち回れるんですけど、そこまでね、できてないから。てか、まだ、死んでたね。うん。そんな感じでね、1時間とね、やってたんですよ。この、1時間半ほどというよりかは、終わるまでに1時間、いや、20分、1時間40分くらいかかったのかな。うん。ストーリー終わるまでに。うん、で、こう、1、2月までに、1時間ほどかかったんと、かなって思うんですよね。うん。何せ、この、攻撃の嵐だから、多少ね、2倍速とか使ってやってはいるけど、さすがにね、この分野と37分ぐらいになってるんですけど、カットとかいろいろして、さっき、後でね、後でとか先にやって、で、取り出したんですけど、そのせいもあってか、なんとかね、このままいけるかなって感じまで来たんですけど、一回ね、ここで負けるんですよね。はっきり言って。はっきり言っちゃうとね。負けて、で、その後に、イージーに変えてやったんですよね。まあ、ここはまあ、しゃあないです。一回は死ぬっていうのはもう分かっているんで。そこはまあ、しょうがない。感じでね。行くんですけど、まあ死ぬはね。うん。で、まあ、ここら辺からね、2倍速切れます。2倍速切れます。なぜか、一度死んでリトライして、そこで、ね、だいぶカットしてるんで、だいぶ。1時間ぐらいカットしてるんで。それでね、まあ、ハニーポーション使うかも悩んでますけどね。うん。抑制入ってますけどね。なんか、このイースだけはね、なんか、立ちそうですよね。このゲームも入らない。
で、ここでリトライする。で、ここだけね、やると、システム変えたの、変えたれってなってね、もうね、イージーの方に変えました。さすがにね、これね、元の難易度に戻せませんがよろしいですかって聞いてますけど、これはもう問題ないですね。もう、で、ここら辺からまた2倍速、復活してます。で、今回ね、今回でね、もうこのイース、終わる感じになるんですけど、次回は、何しよっかな。この火曜、いや、水、木金か。木金土あたりでね、考えてたんですけど、よく、この、今年に入ってから、よくよく考えてみると、買ってるゲーム多いなって思ったんですよね。うん。スターオーシャンの2、3、4か。もう買ってたし、5ね、やりましたよね、前に。うん。この実況の方で。でもじゃない。うん。で、それでね、まあ、今、こっちのこと言わなあかんねんけど、さっきに言うとくと、スターオーシャン系やってもいいかなって思ってますね。うん、多少ね。3がね、結構ハマってやってます、スターオーシャン。まあ、違うところの会社のやつやから、もうこれ以上言わんけど。うん。まあ、その時にまた、やった時。で、これね、こいつね、このボスね、心臓狙うんすけどね、なかなかね、疲れない。疲れないというか、ちゃんと攻撃すると、できるモーションまで行ってくれないんですよ。なので2倍速対応してるんですけど、結構きつい、それがまた。待つのが。で、これでね、うん。今ね、上からね、来てますよね、これね。あれを、ドスンドスン来てるやつを倒すか、HP やるんで、それを削ると、こういう風にね、敵が、前のめりになって心臓をね、さらけ出してくれるんで、それでね、やらなあかんなっていうことには気づくんですけど、それがね、遅すぎた、本当に。だから声も入ってないし、録画画面しか映せてないっていう状況なんですけど。まあ、そんな感じでね、まあ今回は、やるしかなくなったから、しょうがない。で、ドスンのやつ、こいつ、この二つ今あるけど、この二つを攻撃してやっていくと、こうやってね、敵がね、ハニーポーションめっちゃ使ってるけど、前のめりになって心臓ね、こっちにさらけ出してくれるから、だいぶありがたいけど。お、危ない危ない。そんな感じで、まあ、やっていったら、まあ、いい感じにね、うん、HP が削れるっていう、いい感じです。これは。だいぶここまで来ましたよね。で、ここら辺からね、またね、2倍速の方ね、なくなっていく形になるんですけど、まあ、ここら辺からね、もうそろそろね、勝てそうだったんで、もう2倍速外しました。さすがにね、リザーテンペストやっていきましょうね。まあ、明日の方向に向かっていってるけどね。明日の方向向かっていってるけどね、リザーテンペスト。そこね、ちょっとね、見てきました。今。じゃあまあ、先の方を見ていきましょうかね。まあ、ここら辺からまたね、いろいろと、送るんですけどね。ストーリーが。フリーダが溜まっている。どうなったの？俺たち勝ったのか？圧倒的な気配は消え去ったようだが。なんだか静かですね。嵐の前の静けさやね。言ってしまうとね、うん。ストーリーの方を言ってしまうと。嵐の前の静けさ。太陽の仮面を手に入れよう。何してんてか忘れて戻りそうなんだって。落ちが待ってるやん。てるてるてん。てるてん。太陽の髪を手に入れた。ね。これでね、手に入れると、うん、地震が起き始めるな。っていう、ことですね。これは、キャー
地震？最近のリファン、ああ、じゃあ、アドル君のリファンス。LDL か？一体何が起こってるんだ？なんて書いてるかわかりませんから、まあ、うのうの読んでくださいませ。ちょっとね、見えにくいんですよね。一体何が起こったって言った、これはわかるけど、私もさっぱりわからん。アドル君、とにかく、エルディール様のところへ急いだままです。ああ、急ぐぞ。嫌な予感です。まあ、こう、ああいう、セリフとして、ああいう風にね、下に出てきてくれると、まあ、見やすいからわかるんやけど、さっきのね、ところになると、全画面にしてないからね、読めないんだよ。スワンが。で、ここでちょっとセーブね、書かせていただきますね。うん。いや、やった日にちバレていくけどね。やった日にちバレていくけどね。でね、その、セーブね、分けるっていうことを俺あんまりしないんですけどね。分けた方がいいんでしょうね、きっとね。あ、なかった。ベルセルクアマか。なるほどね。俺自身もナレーションしてるけど、忘れとったわ。忘れてましたわ。すいませんね。最近ね、ちょっとね、地震多いですよ。アドルさん、皆さん、よくご無事で。本当によく戻ってきてくれましたね。エルディールどうなっている？確かにアドルたちはあの男と合わせてどうも様子がおかしい。これは地震か？イリスだけでなく、こっちの世界でも地震って。一体どうなって嫌がる？まあ、そのことで話があります。皆さんどうぞこちらへ。そんな悠長に構えてる暇なんてあんのか？エルディール、生命の処理に変化が起きている？ええ、グルーダが行った操作によって、記録に矛盾や阻害が生じたのでしょう。この地震や異変は、その影響によるものだと考えられます。どうなってしまうんですか？800年前、黒き翼の事件では、セルスターが誓いに覆われることになっている。まあグルーダが行ったことを考えると、あの時より異変の規模は大きいはずです。おぉ、マジで。このままではセレスタを中心にエルプ大陸の西部が海中に沈むことも考えられます。ムー大陸なら、ぽい感じです。さあ、そこまでのものなのか。本来であれば、私がイリスに入り、記録の修正を行うべきなのです。ですが、今回発生した試練、記録の不具合は、広範囲に及んでいて、とても間に合いそうにありません。そんな、エルディール様、他に方法はないのでしょうか。一つだけあります。アガル君、あなたが今持っているその他、EO の仮面を破壊するのです。ん？え？太陽の仮面は生命の種の合鍵とも言うべき存在です。その仮面が消失すれば生命の種はこの世界に影響を及ぼす機能を停止させる仕組みなのです。なるほど。だがその、壊してもらってもいいのか？この大陸を私の故郷の二の舞にするわけにはいきませんから。エルディール様。ただ一つ問題があります。太陽の仮面を私も簡単に破壊することは不可能です。それじゃあどうしたら？アドル君、これは私からのお願いです。今からウェスピアさんにも見て加工に仮面を投げ入れてほしいのです。なんだって？ウェスピアさん、あの相当の山か。ええ、仮面を破壊するには、セルフィスの大地に見上げる大いなる力に委ねるほかありません。でも火山は確か道が通れなくて今は入れないはずですか。先ほど様子を見てきましたが、地震で登山道の地割れが埋まって山に入れるようになっていました。そんなバカな。そんなバカないな。ただこの地震で火山の活動が活発になっていますわ。危険だと承知していますが、私はアドル君にお願いしたいのです。エルディール様、やってみよう。アドル君すみません。ありがとうございます。どっちみちやらはめになんねえから。うん。すでにセレセテは何が起きてもおかしくない危機的な状況です。申し訳ありませんが、早速ベスピアさんへ急行してもらえますでしょうか。これでようやく決着がつけられそうだな。ええ、私たちも一緒に行くわよ。乗り切った。船だもんね。乗りかかったよね。この後どうなるかわからないけどね。うん、
ああ、ここまで来たらだ。もう一度頑張りさせてもらうぞ。アドル・クリスティン、セレスタはこの世界を頼んだぞ。気をつけて行ってきてくれ。気をつけて行って、行きましょう。もうね、終盤なんでここで終わるわけにはいかないですよ。20分前後ですけど、ね、大体の動画を20分前後で終わらそうと思っていたが無理やね。なんだこいつら、どこから入ってきやがった。影、ドキュメのやつがね、今まで見たことのない敵です。来るぞ。おお、弱かったけん。まあ、イージーやからね。イージーやからね。とりあえず片付いたみたい。それにしても、どこから神殿に入ったのかしら。入ったというより、神殿の力を湧き出たのでしょう。エルディール様。おそらく生命の書の歪んだ記録が、現地に干渉して生まれた者たちです。ここだけじゃなく、セレスト殿で同じことが起きているかもしれません。おいおい、マジかよ。しかし、そうなるともはや、ここも安全ではないということか。おい、オズマ?アドル、僕はここに、それじゃあ私もと。フリーダー殿やデュレン殿は、エルドゥークの地理に役に立てに投稿した方がいいだろう。よくさないてますね、またね。なんか、何やねんやるね、これね。ここは僕に任せてくれ、オズマ。と、いうことね。それなら私が残るわ。カーナさん?一人じゃ、身動き取れなくなった時にどうにもならないでしょ。私たちが森で狩りをするときは必ず二人以上で行動するのが決まるよ。なるほど、オンに行ける。お二人ともありがとうございます。後で会おう。どっちにするか。油断するな。どっちにしましょう。後で会おうやって考える。アドルたちも気をつけてね。すまないな。行ってきますね。必ずこのスレスレタを守りきりましょう。こういうムービー診療出えへんのにね。なんか不思議やね。じゃあ、後ろから、追ってきているのか?ひょっとして太陽の仮面に引き寄せられているのかしら?わからんが、さっきより数が多いな。ちょっとばかしこねが悪そうだぜ。えい、どけどけどけい。レオかな。あ、そうやったわ。お、レブノスも一緒やね。あわ、団長待ってくださいよ。置いていかないでくださいよ、まったく。若者、お前たちはまだまだ鍛え方が足りんのだ。それでも俺たちについてこれるだけ大したもんだ。まあ確かにね。レオ、それにレムノスじゃないか。一体どうしてここに?ああ、ロダとグランルーのじいさんたちに状況を聞かされてな。ひょっとして助けに来てくれたのかしら?うん、俺様は今回の事件を総督と本国に報告する。必要がある。まあ、任務を全うしておるだけだ。俺様は自分で足を運んで自分で見たものしか信用しないのだ。サンチャーリキ、そんな理由だっけ?いや、アドラを助けられるのは自分だけだと世間で飛び出してきたはずだけどな。お前たち、ごちゃごちゃうるさいわ。ツンデレやな。アドラ、何をぼそっとしておる。時間がないのだろう。さっさと先行くんか。まあ、ここは俺たちに任せてくれ。姉貴の姿が見えないところを見ると、多分同じような状況をしてるんだろう。これはなんとも。皆さんありがとうございます。アドル君、オクトパに甘えて先を急ぎましょう。先を急ぎましょう。で、ここでもまた出てくると。やれやれね、しつこいとこは嫌われるわよ。いや、その前にこいつら、男かどうかわかんねえぞ。バカ言ってないで来ますよ。確かに、バカ言ってないで行きます。来るからな。恐る、乗った。フリーザがいた。皆さん大丈夫でしょうか?キュイヨカーナさんにお聞きして、お手伝いに参りました。リーザ姉さん、管理官が、懐いてるからね。ここは私にお任せいただいて、アドルさんたちは先をお先ください。お急ぎください。で、大丈夫なの?ここで足止めしてみます、してみますわ。してますわ。リーザ姉さん、私も一緒に戦います。管理官?それだけでは、小回りの利く、この者たち、あ、影たちよね。私がリーザ姉さんを、援護します。わかりました。お願いしますか。あ、カネリカが、アドルさんどうかご無事で。
ここが片付いたら私たちも後を追いかけます。リサちゃん、カミリカちゃん、無茶するんじゃねえぞ。危なくなったらすぐにそれで離脱しろよ。言われるまでもありません。皆さんもお気をつけて。よし、お気をつけて。よし、リサさんに行ってきます。リーダー気をつけて。どうした？おお、こいつら今までの鍵と少し様子が違うんだろ。返せ！これはグルーだ。もしかしてグルーダの執念や意志が生命の種類に沈着しているのかわからないけど、邪魔をするなら記憶を突破するしかないんだ。グルーダの格好をしているなら容赦する必要もないじゃない。かわいいね。よし、アドルよ。ゲチラしつつ、頂上まで突っ走るぞ。ゲチラしつつね、やってはいくけども、ちょっと強いんでね、どうしようかなと、この時思ってたんですよね。まあ、後々ね、スルーだけしかせんようなんですけど。さすがにね。これちょっと強すぎる。うん、本当に。しかもね、毒にかかってるしね。リュレンが。うん。で、ここら辺から、ふと思って、スルーするようになりますよね。ほんとに。敵強すぎて。でもって邪魔やしね。うん。でもって痛いし結構。でもって、ちょっとした道を間違えていくっていうことにもなりかねない。今なっとったしね、実際に。あれに当たるとね、ちょっとね、危ないなって感じる。人間やし、アイドルも。そういう魔法具あったら、話は別やろうと思うけどさ。さすがに魔法具ないから、こんな、溶岩の中を泳げるような、そういう魔法具なんてあるわけないから。逆に当たる子がある。あれ、いけら、あ、じゃあ上やったか。そういうことになりかねない。いろいろとね、目先のことしか見えてない。証拠やね。本当にね。でもまあ、それでここまで来れてないから、まあ、大したもんだ。で、褒めてあげた。褒めてあげた。リーダー、後ろ！なんだ？あー、いっぱい来たね。リーダー。あ、じゃあ、グルーダーか。こいつら、なんて数なの？頂上まであと少しなのに。おい、フリーダー。わかっているわ。アドル君、ここはデュレン君と私に任せて行ってちょうだい。頂上まであと一息のはずよ。遠慮することはないわ。フリーダー！セレステタで暮らす私たちのためにも行ってちょうだい。アドルよ。最後まで一緒に戦わなくてすまないな。だが甘いさんならきっとやりたくてくれるに違いない。あとを頼んだぜ。死ぬなよ。誰に向かって口聞いてやがる。さあ、ジュレン君にな、デナンの戦士の力を見せてあげましょう。さあ、早く行き、アドル。ってことで、上まで来ましたね。うわ、すごいマグマ。レスビオさんか、ここまで来ましたね。ちょっと怖いね。うん。お？何かが出てきているね。グルーダやるね、おそらくね。グルーダファント。グルーダの鍵、うつろなる暴言。ね、こいつと戦う？ハメ。グルーダ？アザル、見つけたぞ。ご、よこせ、仮面を、仮面、神の力。我が、試練を、貴様を殺す。殺す。言われた。大丈夫かよ、ね。殺す。いや、ここはもう言わんとこ。あえて言わんとこ。こんな、ああ、うおー言うとるわ、うおー言うとるわ。グルーダの鍵やからな。うん。グルーダ本人ではないから。そんなに強くないやろ。まあ、イージーやし。それを何度も言っていく。うん。まあ、だいぶね、うまくいくようにはなってると思うけど、あ、いけ。くらっていくっていうね。うん。ちょうどフラッシュ、ムーブができた。うん。ありがたいね。そこね。うん。おお、なんだ。カメハメハするんかな。ちょっとまた違うこと。違うゲームや。ゲームじゃアニメや。
言ってるな、うん、言いたくなるんだよな、ああいうことをされるとさ。スーパーサイヤ人あたりになってそうです、ね、そんな感じがするな。まあそれはまあいいでしょ。フラッシュムーブ起きたね、ここやって思ってやってくれ。レベルが55に上がっていく。おう、フルータの影が消滅していったのね。ですね。ん？あれ？なんか今、グルータおらなかった。気のせいか？気のせいか？おそらく、そう見えたんやろな。うん。ここやね。もう調べて終わっていこう。眼下に見えてきて加工が見える。太陽の髪を投げ入れますか？はい。てか、アドル熱くないんか、その格好で。ストライクストライクじゃないし。まあ、これで、おそらく、自信も、収まるでしょう。すごい、噴火してるが。お、アドルがああ、アドルシス、デュエルスタンバイ。違う違う。違う違う。で、これでね、うまくいったということか。アドルから倒した若者だな。いや、全くです。最後に彼のような人間に会えて本当に良かった。それでやはり決心は変わらないのですか？外してた！いや、いけるか。神々の時代に比べれば人は十分に強くなりましたよ。生命の書は力を散らましたし、私の使命も果たされました。これで安心して長き眠りにつくことができます。長き眠りだって？なんだって？三ですか、アドルスさん。どうした？おう。リーザちゃんが、横に、ソルと、ソルに救われていたはず。そしてリーザが横に。まさかこれは、アドルさん大丈夫ですか？生きていた。大丈夫だ。助かったのか？助かったのか？よかった、間に合って。それにしても間一髪でした。火山が噴火してしまうなんて。あ、今、エルドゥークは危険ですね。このままダナに向かいますね。ありがとう。うん。いや、そんな、惚れたかな惚れたかなところ。アドルさんのしてくれたことに比べれば、こうしてアドルさんをお送りしていると、初めてお会いした時のことを思い出します。それでお送りしている間も、アドルさんからとてもたくさんの質問をいただいて、笑っている。かわいいな。そういえば、わしゃ、エルディール様は結局アドルさんにどんな知恵をお渡しするつもりだったのでしょう。お、これで完全に全て思い出す感じかな。アドルさん、頭だなってる。そうですか、残念ですね。エルピ大陸に代表される西世界と、海の向こうにある、ああ、じゃあ、アドル君には二つの世界を結ぶ、東西航路の発見者としてぜひ、活躍してほしかったのですが。それにしても人の力で、世界を切り開きたいという主張を、18歳の君から聞けると思いませんでした。おかげで、他の方に頼もうにも気が引けてしまうじゃないですか。アドル君、せめて君に名を付けさせてもらえませんか？あ、名と言っても君にはすでに立派な名前があるわけで。私が送るのは称号のようなものです。尽きることのない好奇心を持つ、あなたの人々に夢を与えながら生涯旅を続けることになるでしょう。そしてアドル君にふさわしい言葉。そう、冒険家というのはいかがでしょうか。神からいただきました、冒険家。まあ、後世に伝わっていますから。うん。こうやって冒険の章みたいな感じで、こうやって、じゃあ、こらこら。アドルが自らの冒険に死に、携わった話は、ここで終わっている。
樹海の住人であるリーゼやデュレンたちがその後どう生きたのか。資源の地の存在をロムンのグリゼルダ総督がどう扱ったのか。今も明かされていない謎は多いが、ただ一つはっきりと言えることがある。なんだ？なんだろう？なんだろう、ジェンシー。それはアドルが目にしたエルディールの英知は今の世に伝わっていないことである。確かに、アドルすごいな。アドルたちが当時どういう判断をしたのか、我々はただ想像するしかない。ただ、冒険日誌がここで終わっているという事実こそが、アドルによるメッセージではないかと。そういうことね。そんな気がしてならないのである。これ誰や？ナレーションか？まあ、ここら辺で終わる感じでしょうね、おそらくね。来ましたね。イースターフォーリエイス。オーシャンインセルセーター。終わりましたね。ことで、まあ今回はね、もうね、終わったんで、これで終わっていく感じにしようかなーっていう感じですかね。感じですかね、じゃないし。まあ、キャストとかは 見ずに、ね、スキップしました。さすがに。まあ、ここら辺はまあ、このままでもいいでしょう。まあ、タイムアタックとかもね、まあこういうのはまあ、生配信とかでやってもいいかなっていう気はしますけど、うん。トロコンする気、もともとないからね、俺ね。トロコンするまでやってる人もいるみたいけど、トロコンしよう思うとさ、時間が、ね、きついんですよね。うん。なのでも今回はね、この辺で終わらせていただきます。それではご視聴ね、ありがとうございました。アデュー、アディオス、グッバイ、サラ。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、Twitter のフォローお願いします。他にもゲームタイトル不純縛り、Twitter の方では様々なことを企画の人たちでやっておりますのでフォローお願いします。あと概要欄のところに R から O までのパート1の動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル不純縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。